お疲れ様。今は少し時間あるかなこのアパートのルールについて教えておきたいことがあるんだよかったじゃあちょっと玄関までついてきてくれる管理人の葵さんから大体のことは聞いたと思うんだけど一つ伝え忘れていたらしくて。 玄関に掲示板があるの気づいてたそうそう、あのでっかいやつ。これね。基本的には管理人さんからの連絡が書いてあるんだけど、特に重要なのが、このお風呂欄。時間帯の下にそれぞれ名前が書いてあるでしょこれは、 自分がお風呂に入りたい時間帯に、住人がそれぞれ自分の名前を書き込んでいるんだ。例えば、今日は18時から19時の欄が空いてるから、そこに君の名前を書いておけば、その時間帯に君はお風呂に入れる。19時からは他の住人が入るから、それまでには済ませてね。ちなみに、時間帯が5時から17時、18時から1時って、 変な二分割になってるけど、それは、単純に深夜は音がうるさいのと、風呂掃除が17時から18時の間に入るからだね。俺みたいに、仕事で朝帰りになる奴は、お昼にお風呂を使ったりしてるよ。というわけで、一番風呂は18時から入る人ってこと。でも君は女の子だし、なるべく一番に入れるよ。 配慮するつもりだよ。そこは安心してね。だけど、帰りが遅くなる日は、最後の方になることもあるだろうから。そういう場合は、空いている時間帯に名前を書き込めばいいよ。男どもは30分だけど、君は1時間取っていいってさ。まあ、これを見れば、誰が何時頃帰ってくるかの予想もできるから、うまく使ってね。 俺が帰ってくる時間を見計らって、部屋で待っててくれてもいいよ。へえ、そんなにはっきり否定しなくてもいいのに。ま、俺は大歓迎だから、気が向いたらどうぞとだけ言っておくよ。お風呂欄の説明はそんな感じ。最初に言ったように、管理人さんからの連絡も書いてあるから、一日一回はチェックするようにしてね。 たまに面白いことが書かれる時もあるから、意識しなくても見ちゃうようにはなると思うけど。うん。この間笑ったのは、熊。ああ、君の隣の部屋の大熊ね。そいつの誕生日かな。葵さんが、熊の誕生日をサプライズで祝うから、19時までに帰ってくることって、ここに書いちゃったんだよ。 あの人はああ見えて天然なところあるから、そういうミスをちょくちょくやってんだよね。もちろんクマはバッチリ見ちゃった。でもあいつも優しいから、最後まで気づかないふりしてあげてさ。ただ、演技が下手すぎて、葵さんも途中でバレてるって気づいちゃって、俺たちは爆笑。他には、ゴミの分別をそぼって、 掲示板で呼び出されるやつとかもいる。分別ができてないと、葵さんがご近所さんに怒られて大変らしいよ。まあ、そんなに気負わなくても大丈夫だから、この掲示板も気軽に利用してくれればいい。あとは、ああ、そうそう。一番大事なこと。分けあり四畳半、ルーム3、ずるい。 ディーラーは2019年11月27日リリース。兵道人役は梅原雄一郎さんだって。伝えなきゃいけないのはこれくらいかな。いいえ。君が知りたいことは何でも教えてあげるから。何かあればいつでも俺の部屋においで。このアパートのことでも。 俺のことでも。個人的には後者だとすごく嬉しいな期待して待ってるよ。